で荒らすみたいな。荒らすとか。最後はそれで荒らす。どうせボタン押すから最後はそれで荒らすと。言ってましたね。それでは準備ができたようです。レッドブラスリーとガチ君らシード。対するはモケらシード見ていきましょう。お願いします。同キャラ戦。初回の同キャラ戦です。まずはどちらが先手を取るのかというところですが、序盤の中距離戦ですね。やっぱりじっくりしながら、まあ、どこでこのダウンを奪うかですよね。さあこの中間距離、お互いが仕掛け方を探っていく展開になるでしょうか。先にワールで道を作っていくのはガチ君らしいぞ。その日最初のキャンセルワールは本当に止めづらいですね。みんな鳴らしますからね。なんかラシード CP 優先したりしてるのよく見ますよね。ああ、なるほど。はい、その日のキャンセルワールを止めるっていう目に馴染ませるってことですね。トーナメントのその一番最初とか控え室でよくやってるって話を聞きますけど、画面足に追い込んでいるのはガチ君ラシード。ガチ君もかなり落ち着いてますね。やっぱりそのラシード使いの中でも特に硬いプレイヤーですよね、ガチ君が。そうですね、ボケがすごいバランス型で、まあ、ジョンはその基本的には硬いんだけど、そのアグレッシブなところがすごい尖ってるみたいな、はい、そんな3名だと思うので、やっぱガチ君のそのどっしり感というところが、まず1試合目出てますね。ここまでどっしりと構えて立ち回っていくガチ君らしいですが、ここでボケにチャンスが訪れます。残りは35秒というところ。おっと、さあ攻めが通って一気にチャンスが見えてきた。遅らせるウィルバサル、しゃがみ強パンチ、先手を取っていったのはガチ君らしいだ。冷たい対応でした。まあ、序盤のキャンセルワールが通ったことで一気にその画面足にまずガチ君を追い詰めたことがポイントになりましたね。さあここの立ち回りの EXR も機能してますね。大振りの技に対して大きなリターンを取ることができる。中継画面中央に戻ります。じゃあ手側の体力がかなり、フラップスピン2段目カウンターを確認してコンボにつないでいきます。この使い方もできるのがこのフラップスピンのいいところと、差し返そうとして動いてしまうと2発目カウンターで、連続技に持ち込めるんですね。さあこのラウンドも地上を制圧しているのはガチ君らしいぞ。戦闘版 EXR、 早投げ、早いうちに EX ワードを使って端に行かないように徹底しますよね。画面中央グラップしている、タッチ強行、動いたのに対してボタンを押していました。硬いですねガチ君が。立ち回りが徹底してますね、ここまで。あとはやっぱりその最近 の, そのトッププレイヤーによくあるパターンなんですけど、画面足に行く前に画面足を意識した動きをするっていうのが結構流行っていて、この今回のガチ君もそうでしたよね。画面足に行く前に DSR ウィンドショットなどを打って、まあ、入れ替えたり押していくっていう、早めにそういう決断をする。端に行かないのもそうですし、しかも地上牽制に対して噛み合った時にリターンが凄まじいですよね。確かに EXR2 段目ヒットからそのままコンボに繋がってみたいな。だいたい画面足いっちゃいますからね、それで、はい、ここまでの立ち回りはガチ君が優勢に見えました。この第2セットでモケらしいのどう変えていくか、かなり攻めてますね。モケ側の方がその攻めていくスタイルですね。三角飛びで一瞬に形勢が逆転する。今日見たく、そして橋を継続します。スタンチが溜まっている。攻めていたはずのボケでしたがスタンさせているのはガチ君。これがねラシードの強いところですよ。画面足から入れ替える行動非常に強力。さあ序盤の劣勢も何のそのラウンドを取っていったのはガチ君ラシード。三角跳びが一回決まったことでひっくり返ってしまいましたね。そこまではモケのそのアグレッシブな攻めは効いてリードを取れたんですけれども、はい、ラシードでは、まあ、孫は非常に気をつけてたのがこの展開ですね。端に追い詰めても無理に攻めるとああいった、形で逆転されてしまうことがあります。端の状況先ほどと似合った展開ですが、ファール、これも取っていく、投げて、これは V スキルになっていました。試合入れ替わりました。 EXR2 段確認してしっかりボタンを押していくのはガチ君。仕掛けに行くがここは対空撃バッチリ。やっぱリードしてる側はどっしり守れますね。ガチ君は攻めなくてはいけない。そ
そこを逆手にとって無形は押し引きをうまくコントロールします。タチ君側には V トリガーがあるんですが、やはりこのタチ強結構絡めた、おうまい、うまいですね。ここで使っていくか、攻めに使っていきます。足向きさん、ダウン取ってフロクラップ、大吉、タチ中継ヒットから1ゲージ入って倒し切ります。見事抜けらシードが取り返してファイナルラウンドで序盤でリードしたのは聞きましたね。やっぱりこの同キャラ戦は序盤でどれだけリードできるかでだいぶ体勢がこう決まりそうな雰囲気です ね、 そうですね、ここまでそれも、まあ、中央でならそうなんですが、端に攻めるとリードが逆に一瞬で、そうですね、やっぱり端に行き過ぎるのも良くない、はい、販売が難しそうですね。チャンスを使わないんですが、あ、これうまいですね、はい、ガチ君も下がっていると、三角を警戒してるんですね。警戒だけはもらわないようにと落としていく。裏投げでまたもや画面端へ投げていく。お、入れ替わった。これ大きいんじゃないか。大きな入れ替えですが、ここもすぐに入れ替える。クロスカウンター。スタンチ溜まっている。八強系からアーションを発動していきます。いいわ。スタンチを回復する動き。サシャガニ強パンの押し合いは、ウケラシードが制して、スタンチも溜まっている。ステップ。これ分かんない、分かんないですよ、タチ君もゲージありますから、一発入れば終わりますよね。そうしたことで削りも見えるか、おお勝負、おここで下がって投げしけを勝っていく、丁寧でした。取り返したのはモケラシード、うん、カウントは1-1。アーシファ中の非常に強力なイーグル空中イーグルスパイクだったんですけども、その後しっかり後ろ下がりして、まあ、投げ抜きを誘うような、モケの動きでしたね。結構モケもちょっとこのガチ君の戦い方に対して慣れてきたのかなというような感じでしたね。うまく攻めを通してリードして逃げ切ると、内容の移り変わりが激しいというか、普段からやってるからこそ、そうですね、これはもう当然そういう部分もあるでしょうね、はい、その身内読みというか相手の傾向、今日はこんな感じなのねっていうところをまずお互いに様子見をし合ってから、ようやくここから本戦が始まるみたいな、 そうですね、そこから先どう組み合わせていくかという感じになるでしょうか。試合は30秒ほど進んで残り体力が3割程度、ボケ側はゲージはないんですが V トリガー発動可能です。対するガチ君は3ゲージ弱、そしてトリガーは残り4割、攻め込んでいく。 EXR 抜きますね、うまい、対空迎撃はバッチリ、うおやる、完全に読んでいた、うわー、これはよく見ていたんですが、やはりこのラシードの三角跳びがいかに強力なのかというのが、そうですね、お互い持っているんですが、はいはい、いやよく見てたんですけどね、直前のコパンに対する直前の EXR に対するコパン、完璧でしたよね、スパイク仕込み完璧でしたが、しっかり見ていました、その後がね、僕ができなかった。現状況はガチ君らしいのが1本リードしている状況、対空ずらしのスパイク、そして無敵技で切り返します。暴れている、殴り合いになってきた、一転して立ち回りの展開になりますが、ゲージ差効きそうです、うまい差し返しになる、モケがやはりゲージがちょっと足りない、攻めるには少しリソースが足りないかも、ケラシード、うまい、ここでしゃがみ強パン、ワールウィンドショットからのアルタイル、今度はガチ君がカウントを返していきます。2-1、いや2戦模型に傾いたと思ったんですがね、サンクトビによる EX ミキサーを回避っていうところが聞きましたね、はい、流れが変わったと言っていいでしょう、はい、リーチはガチ君らしいぞ、あら、お互いまずどちらが仕掛けるか、じっくり、はい、初手がかなり大事ですからねそうです、やっぱりこれまでの試合序盤でリードしたが勝ってる展開の方が多いので、はい、いけないですよね、行きたいんですけどね、お互いね、そうですね、ダメージ取りたいんですが、これの体力少しでも体力差ができれば下がり出すんですよ、うん、追いかける、そうですね、しかも入れ替えがあるんで、はい、追いかけすぎ
るとまずいっていう。ガチ君被弾しないですね。硬い。投げ。中投げ。自然体力リードはガチ君らしいの。うまい。さあ、しっかりしていく。投げて。やっぱり体力されてる側の方がちょっと踏み込み浅くなってしまうので、はい、そこをガチ君うまく差し返している形です。様子を見ている。無駄に技を浮かずにここでピンポイントなタッチ強キック。完璧。1ゲージ吐いて折り返しコンボ。マッチポイントはガチ君らしいぞ。序盤の体力リードですよね、本当にこれが効いてるんですよね。ガチ君の守りを固めているのは、はい、この体力リードによるものというか。そうですね。抜け側はそのガチ君のケースを潰すためにちょっと早めに技を打っていて、それが差し返されてしまっているので、攻めさせられているという展開が続きましたが、ここは攻め勝っていきますね。今度は抜けらしいドが待つ展開を作っていくでしょうか。ガチ君は前に出ざるを得ません。繋がらない。それをどうさばけるか。抜けらしいの。ガチ君抜けとしては守りたいところなんですが、そこに対してガチ君は今度どう攻めるか。そうですね。しかし1回でも飛んでしまえばチャンスは一瞬で戻ってくるので、うん、地球系アーシュを発動していく。抜けらしいの。モケがここまで来たらやっぱりゲージは温存しながら倒したいところですね。そうですね。3本ある状態ではあるんですが、残り時間も35秒。体力差も大幅についている。時間を使い切るくらいの展開で次のラウンドにつなげていくのが狙いでしょうか。うわー、大パンチ。木のタッチ強パンチからイーグルスパイク。温存することに成功。3ゲージ温存しました。しかしお互いフルゲージと、うん、序盤で EXR が通ると大アドバンテージなんで。そうですね。でもそれは分かってるだろうなみたいな。どう意表を。そうですね。普通に打っては通らないでしょうから、はい、あ、打っていった。まず1回。しかしここは有利フレームと判断して割り込んでいくのも OK。 ミクサル2本入っていきます。これはモケらしいの。よく見ている。しかしここで切り返します。ガチ君はゲージが空になりました。投げ。しかしスタンチが怪しくなってきた。ダイヤシャツを入れ替える。中に戻ります。3ゲージあるのでこれをどうダメージに変えるか、攻めのきっかけを作るかというところですが、入れ替えている。このジャンプうますぎる。お、差し越した。きっかけをつかんだか。ただこれで今度はガチ君に V トリガー。タッチ中継発動。イーグルスパイク。スパイクで勝ったのはガチ君らしいの。貫禄の立ち回りでしたね。硬かったですね、ガチ君側が。実際その非常に試合内容もいいですし、成績もかなりいいですから。そうですね。さあ早速始まるようです、はい、ダウナーにできるんでしょうか。板橋ザンゲフアビゲイル対マゴキャミ、この組み合わせになりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、はい、このエボジャパン2020の再来です。同じ組み合わせでした。結構やっぱりそのキャミーは体力が少ない、体でこの相手にぶつかっていかなきゃいけないキャラクターなので、はい、まあ、アビゲイルみたいにリーチが長くて体力の多いキャラを相手にしたときに、まあ、期待値の差っていうところは結構出てくる、うん、追い払われやすいんですね。ただこの画面端を詰めてからのこの攻めが続くっていう能力に関して言うとキャミー非常に高いので、はい、まあ、それでこう倒し切っていくという展開がヨージャパンではありました。うまいですね。タチキョーパンの判定に対してタチキョーパンで差し返すマゴキャミー。この橋のまとわりつきがポイントですか。うん、アビリフを早めに出すことによって空中から迎撃していきます。おお、ストームのジャンプ強系も通常技だと落としづらいと。来た。心の隙間にレイエリアサンライズ。タイルが少ないので一たまりもありません、はい、序盤のまとわりつく展開をしのぎ切ってしまえばというところでしょうか。う、実際その、まあ、キャミンも度重なる弱体化の部分もあって、しかしその画面足でスタンまで持ち込むっていう能力はこれまでちょっと下がっていっているので、そこはあのうまいこと攻めを通し続けないといけないですよね。ここを逃がしたくないということでしょうか。倒しきりたいところ。うまい。出たー。熊田運送運んでいきます。もう画面足なんだが、ハンガビータイクはかなりキャミー戦は機能しそうですね。うん、リターンがやっぱすごいですよね。あ、画面足を押し込んでいく能力が高すぎて。
まあ、しかしここでタイルクリード作って距離を取っていくのはマゴキャミ、うまい、空振りをとがめる能力が凄まじい。そう、中距離戦が本当にマゴガも非常に上手くてですね、はい、全然惜しまってないですね。お互いフルゲージです。ゲージがある時のその火力という意味でアビゲイルが凄まじいものがありますが、そんなの出させなければ問題ないと恨みばかりの攻め。一応触って画面足いけばキャミン戦も非常に強力ですから。タリカまだ残りますが、おっと、フォアシュアーツのアビゲイルパンチからメットクラッシュ。まずは1回バックステを借りに行きますが、マゴキャミは動かない。こえこえこえ、しのぎ切れるのか。こんな巨体がこんな、おお、やる。中継で追い払います。かなりプレッシャーかかっていましたが動じませんでしたね、丁寧でした、はい、あの場面もそのゲージが3本あるアビゲイル、あの場面で EX アビゲイルスマッシュを使った連続技がですね、めちゃくちゃいるんですよ、はい、結構そのキャミーもスタンチがまだ そんなに多くない、スタン体勢が高くないキャラなので危険だったんですけど、ガードでしのぎました。見事でしたね、はい、素晴らしいプレーでした、はい。そしてあれですよね、今回 PC 版ということもあって、はい、その1フレーム程度の、うん、そのラグの変化というところで、はい、恩恵が得られるのが大きいのがこのキャミ。そうですね、このしゃがみ中キックを単発で確認してからのスパイラルアローが、まあ、PS4 版だと、まあ、基本的にできないと言われているんですが、はい、PC 版だと意外とできるんじゃないかみたいな。そうですね、話があるんですよね。1フレームの差がかなり大きいと。でそれがあることでやっぱりそのこれですね、当てた後のリターンがものすごい高い、相手を押し込んだ上に置き攻めに持ち込めるので、非常にその後の期待値が高いわと思ってます。あ、橋での投げ連が決まっていく。アッパーからバオ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 運ぶね。どこが着地を投げてやる。あ、これは早すぎた。ミスになってしまう。これは痛いミスだ。ナイスガード。スパイクをガードしてゲージを全て吐かせた上でラウンドを取っていきます。最速で出なかったっていうのがありましたね、はい、その辺りまでこの PC 版という、そうですね、まだあまりやり込んでいない、はい、環境ですから、はい、そういった点でも少し難しいところがあると、うん、上から落としていく、はい、あ、それも運ぶんですね減ってるし、画面6割から7割強を運ぶことができるこの新たな運搬コンボ。新たな武器ですよね、本当に。しゃがみ強パンチから、そして立ち強パンチ。魔法にまたゲージ溜まりそうですから、もう倒しきるっていう用意ができている状態と言っていいんじゃないでしょうか、はい、何待って、これは1ゲージ。アビエル側も1で触れば、ね、触れば次の置き攻めでという場面。あ、怖っ、飛びがガードになっている。ブリマサル切り返します。体力はあと一撃という場面ではあるんですが、アビゲイルも凄まじい火力が出すことのできるゲージ状況。しかもこの V トリガー2のメトロクラッシュの V タイムは長い、長いですね、減らない、使わないと減らないです。素晴らしい、丁寧、ここは立ち中継で丁寧に追い払います、うん、それでもマゴは時間を使ってタイマーを少しでも減らすように、立ち回りましたよね、はい、ここはアビリフトからの、うん、アビゲイラー早めに使っています。置き攻めの状況はかなり良さいい、クリフトラー使ってますから。そうなんですよね、アビゲイルの早い段階でゲージを入って、うん、これで一気に孫のペースになるんじゃないか。橋ですよ、この橋は苦しいぞ。しのげるか、なんとかしのいだ。スタンチも回復、ストライクも警戒しないといけませんが、地上の差し込みも怖い。うまい、よく見ている、いやー、偉い、今素晴らしい。もう打撃は食らえないぞ。発動ですね、仕掛けに行く。大足から発動して、いや怖い、お互いワンチャンスという状況ですね。そうですね、どちらから仕掛けるかタイミングを伺っている。しゃがみ強パン単発確認、さすがナビゲールも1100でも残りません。素晴らしい確認でしたね、見事ずっとこれを狙っていたんですね。しかも温めたいい打ち方、振らなかったですね、
完璧。匂わせることもせずにここで決めたっていうところで一発打って、はい、その一発でしっかり決めていきました。無限勝。ここまでマネキャミー非常に調子がいいです。動きがいいですもんね。弱強とこれは入れ替わってしまう。ああいった打ち方でもこのフーリガンストライクって有利になりやすいんですが、はい、ちょっとうまくいただ止めましたね。止めていきましたね。この橋を大切にしていきたい。うっと読み負けてはいましたが、おとがめはなかった。うまい確認。あっ、アミケルパンチ発動。アビゲイルパンチからメトルクラッシュ。次はバックジャンプでしのぎます。初回がしゃがみ強パンチでしたからね。今度はもうジャンプで逃げました。中継やはりこの展開、下段後ろ下がみとがめていく。これで正直な選択肢。はい、飛ばマゴキャミ。圧倒してますよね。立ち回り中間戦が非常にうまくてですね、伊田さん側の無駄な技振りが全部リスクになっていると。うまっ、生アロー差し返しですよ。差し返しですね。大量差し返し。あの手この手で差し返してくれ。そしてバックジャンプもとがめて、何も許さないような展開。読み勝ち。対空回りの読み合いも勝っていく。タシキョパチスタンチは回復できましたが、体力差が大きく開いています。おっと、このチャンスになるか。まだ使わない。次でどうしたいという場面でしたが、中足アツのスパイクからのクロスティングアサルト。なんと 3-0。 めちゃくちゃ手を拭いている。なんか言ってましたね。そうですね、ベテランに対して。そうですね、そしてベテランではありますが、はい、最もモチベーションが高いんじゃないかと。もうボットって言われてますからね。ストファイブやります。今日もストファイブやってくれるんでしょうか。いや、ストファイブやってますよ。もうウオーストファイブやります。ウオーストファイブやります。連投回避です。まあお互い準備整ったようです。はい、それでは試合に移っていただきましょう。再現スビスト梅原ガイル、対するはチームリキッドジョン竹内のシード見ていきましょう。お願いします。いや、この組み合わせどうなるか。やっぱそのラシーノ側がですね、この組み合わせでポイントになりそうなのは、しゃがみ中パンチの性能が今回大きく変化しています。はい、しゃがみ中パンチ、今まではガードすると有利になる技だったんですけど、今回はその連続技用に変化したことで、ガイル小技が発生4フレームなんですけど、そこに対してかなり強力な固めとして機能していたんですが、はい、それができなくなったんで、この端でちょっと詰め切れない状況がこれまでより増えました。なるほど。あとは単純にやはりソニックブームという非常に強力な飛び道具を完全に見てから、まあ、今回序盤で竹内を見事にやったんですが、 V スキルの前転するアサルトネイルという技で潜っていくのは非常に難しいんですね。うん、その点からやっぱ中距離戦はどこかでこうラシードが飛びやこの無理な V スキルを通さないとちょっと展開が作れないっていうのが、この組み合わせのポイントかなと思います。中間距離で立ち回ってしまうと、やはりガイルに向かうすごい技ところでしょうか。序盤からかなりジョン側が前に詰めていくような展開が伺えますよね。組み合わせ的にやっぱりそのガイルのゲージがない状況でこの画面足を追い詰めて倒しきらないと、ちょっとラシードは立ち回りはきついかなというふうに思います。はい、これハブーから仕掛けに行きますが、守りが固い上田ガイル。スタイルアップ見てるでしょうね。これ30カウントというところですが、時間を十分に使って早投げ入れ替える。そして一瞬下がってからの投げ。まずは梅原ガイルが1ラウンド取ります。お互いフルゲージ。ゲージがあるときは、しかもその最大を取るんですね。今回からのコンボ、はい、今回その V スキル2ガイルダイブソニック、ジャンプしたらソニックを打つ技が、追加されたんですけれども、まあ、それによってコンボがかなり伸びましたね。そうですね、タチ中盤ターゲットからのダイブソニックが、はい、強力なコンボになっていると。そしてやはりどこかで無理を通さないといけないか。ジョン・ラシード、ステップが通る。なんだこのガイル、機敏ですね。どうすればいいんだ。攻めてよし、守ってよしです。ここからトリガーを使って体力奪っていきたい。
ただゲージがあるんでこうなってしまうと8強ハッチアーンストレートからクラッシュカウンター後は追撃していきます。完璧ですね。ここまで盤石の内容で1セット取っていきました。どうするんだ、どうするんでしょうねこれまあこういう内容になるんですよね、うん、梅原ガイルのラシオ戦というのはジョンガーもやっぱりどこかできっかけを作るために、うん、その玉抜けを狙っているんですけど、はい、そのつる動きをかなり多用してますよね、はい、やっぱりそのソニックルームのですね硬直非常に短いので完全に見てからやるのは多分無理なんじゃない。この PC 版ですらもかなり苦しいんじゃないかと。難しそうですよね。どうしてもラシロは読みが入ってしまうのでそのつる動き動いた確認で打つことになるでしょうから、まあ、投げなんかを投げのモーションなんかを見せることでしたためを維持しながら、はい、こう飛び道具のソニックムのフェイントをかけていくと。ここはうまく噛み合わせていく。ダメージ、ここからサマースロットの読み合いにも勝たなきゃいけないんですね、ラシロ側は。ところはイワスピに対して大きなダメージ、トリガーを引いて、うん、ここは相打ち。このような展開を作りたいのかな、シード側と。序盤でうまく端に追い詰められたので倒しきることができました。この投げ空振りはソニックブームに、まあ、近いというか動いてますよっていうフェイントですね、はい。投げ空振りの時ってしゃがみ状態でも投げを空振りできるのでサマーソロキックのためが解除されないという利点があります。これ DX ソニック2発吐いての画面の押し返し、チャンス生かしたいジョン。ここは V リバーサルいい場所で打っていきますね。セットネームが発動してタッチ強パンクラッシュカウンター追撃して、ここで逃がしたくない。あっと投げているのが梅原、チャンスになります。 DX ソニックが発動して絶妙な距離を維持して、これ小足のジョンの小足がちょっと、これはダブルサマー残った、せざるを得ない、使わざるを得ない、これはもうしょうがないですね。ジョンがもうこれは本当は使いたくなかった。あ、これでいいのか。そうですね、これでよかった。ラウンドがラウンド見間違えてました。まあ、これじゃあもうほぼ積み状態ってことですね、すいません。海原ガイル側も読んでバックセッパしていましたが、うん、飲み込まれてしまったと。無理でしたね、はい、というところですが、そう取り返しました竹内ジョンらしいだ。ただ走りの時間がやっぱ長かったっていうのがポイントでしたね。そうですね、追い込める展開にはなってきました、うん、ここはおお、なるほど、今日までに対してサマーで返していきます。切り替わりました。これは警戒していたんですが間に合いませんでしたね。さらにその上を飛んでいくと投げて DX ソニック、こうなった時にどう追いすがっていくかです。ステップを通しました。なんとかもうワンタッチ、うまい、おっと抜けていく、素晴らしい、トース、まあ、EX ラルサマーですね。ここで返していきます。かなり大きなサマーソフトキックになりました待っている、あ、何もしない、歩いていくか、おお、ここは打撃を通す、押し開けていったのはジョン竹内らしいだ。かなりプレッシャーをかけるためにグッと歩いたんですけどね、そこをジョン竹内止めましたね、はい、下塾は梅原ガイル2本、ジョン竹内らしいと3本の状態ですね。結構ジョンのその玉抜け V スキルが本当にいいところで通ったのがあの勝ち筋になりましたよね。あれが通るか通らないかです、うん、内容が全く変わりますよね。とはいえやっぱりそう見てからではない、どうしても読み合いになってくると思うので、これでも間に合わないですからね。隙が小さいんです。かぶせていきますが、ここはバックステップ一気にがまし、あ、リソースは十分払って端にまで到達しましたが、しのいでいるのが、おっと、しかしその後はフォローしていきます。ファイナルラウンド、面足の守りが硬いですね、しゃがみジャックパンチソニックとサマー、
この2つだけでかなり守れている。そうですね、いやそれが特徴でもありますよね。画面端の守りが硬いっていう確かに自分の家ですからね、はい、梅原の画面端といえば打って端で追い込んでいく、これも許しません。サマがハマりきっていなかったようです。イエクサマ、ここのタイミングのイエクサマかなり心にくるそうですね、攻めたいところで打っていくというしかしチャンスを手に入れました。もうこれ来たか、カウンター確認からジャンプ中パンチです。さんこのゲージも十分あるので倒しきっていく。立ち回りかなり苦しい展開に見えますが、はい、最後に勝利を触っているのは触った後のその攻めの切れ味がジョンが非常に高くてですね、まあ、そのサマーソロと結構警戒してはいると思うんですけど、それでも打撃を通していくということでかなりダメージを与えられています。グラつぶしかなり通っている印象ありますね。そうですね、ここ結構ああいう場面で梅原はよくその、まあ、EX サマーソロとキックと投げ暴れですね、最速投げの2択、逆2択を仕掛けていくことが多いんですけど、そういったことも通ってないですし、はい、基本的にその置き攻めで、ジョン側がダメージを取れていると。カウントをリードしているのはジョン竹内らしいと。しかしこのラウンド今中間距離でコントロールしています。梅原がいる、ジョンもなんかなんとか球を抜けようとはちょっといろいろやってるんですけど、やっぱり間に合わないですね。しかし1回の期待値が大きいので狙わざるを得ない。これ飛んでくる、アブ引っかかります。そしてサマーソルトキックここで打つの、まあここは打たないよなって思うもんな。それは打つわなってことですよね。まあ食らってもまだ全然体力には余裕ありますからね。そしてガンされてもまだ大丈夫だよっていう打ち方なんですけど、ダメ押しでしたね今。ダメ押しでしたね触りたくなりますよね、あの体力なら、うん、まあ、もう手を止めたら勝てないですからね今のは、はい、ただやはり貸しに行った後の攻めのうまさっていう点では非常にいいです。投げていく、これは大幅リード、うん、ジョン竹内ルリガサル、ここから逆転できるのがかなり体力差ついています。そうですね、立ち回りで細かくダメージを取らざるを得ませんが、ここでよく見ているジョン竹内中央に乗って乗っかっちゃった。からここで乗っかったところを見逃さない強打で追撃して、マッチポイントはジョン竹内らしいの。ダイブソニックでもタブーブ飛び越えられないんですね、高い竜巻ということですね。 EX アップ、梅原ここで踏ん張りたい。立ち回り優先や見えますが、やはりどこかでこじ開けているのがこのジョン竹内らしいの。ジョンの攻めですね、攻めで勝っている。はサマーが出なかったというところでしょうか。さあフェイントを混ぜてかなり抜けられてますからね。あ、確かに、投げ投げ空振りよりもタッチパンチの方が似ているんで、その似てる方を使ってますね、はい、今ジョンがこう見てから抜けてるんじゃないかと、こう逆に疑心暗鬼になってそのよりフェイントとして効果的な方を打っていると。サマー投げて、これはあまりにも苦しい体力差、うん、最後はバックナックルで取っていきます。取り返した梅原がいる、これでまたもやセットカウントは並びました、はい、2位です。ただやっぱりここまでそのジョン の, その球抜け V スキルアサルトネイルから展開作れていたので、そこに関して今まで多分、まあ、基本抜けられないでしょっていうところで考えてたんですけど、はい、その考え方を改め始めているのかなっていう展開になってますね。そうですね、うん、本当に玉抜けがそのラウンドの結果に直結してますよ ね, すよね。通ったラウンドっていうのは勝ってますからね。これはこれは苦しいぞ。サマー打ってく、クーターいく、早い、攻め手を全て潰していく、きっかけは作らせない。ゲージが足りないか、1ゲージ、ところはチャンスになるぞ。フラップスミからチュンミさんで画面足、これはすぐサマー完全にジャンプ、完全にサマーが脳に焼き付いて、その違う逃げ方するのかっていう下がりに対して前ジャンプという警戒した画面足を維持するような下がってしゃがみ強パンチに
ビタで噛み合いましたね。あ、マッチポイント梅原がいる。梅原いい投げですよ、これ入れ替えましたよ。早投げで乗っかった。乗っけてからの京美希さん来た。早投げに対してリターンを取っていく距離ですね。これはできなかった。上から溜まっている。溜まっていく。これで仕切り直しですね。ですね、分からなくなった。立ち回りになると、しかし回しは中でありますが、しっかり風の量を売り場で返していきます。これジョンのウィトリーは終了しました。そして白ゲージが、この1のゲージ嫌ですね。バックステップ、まだ継続している。うー、白を取ったジャブ、大きなおパンになりました。ジョンのゲージが溜まりましたよ。まあ、よし、おパン EX トリック、無敵技、読み勝ったのは上原。ここでガード、お互い接戦ではありましたが、最後に立っていたのはサイゲンスビースト上原ガイルとなりました。シンプルですが強い言葉が、孫さんをね、おっさんってこう煽るのは藤村だけなんですよ。そうですね、おっさんってよく言いますね。よく言ってますね。あの配信とか見えてない場面でよく言ってますからね。よく言ってますよね。あのおっさんマジでとか言って怒ったりしてるのをよく見るので、あのおっさんはさーとかよく言ってますよね言ってますね、はい。さあ、リスペクトを感じられましたね、一方、孫さんは、はい。さあ、どのような試合になるんでしょうか。孫キャミー VS 藤村チュンリー、見ていきましょう。お願いします。キャミーを出しましたね。まあ、キャミーやはりその上からの攻めが、そのキャノンストライクを使った、この軌道変化がありますので、まあ、チュンリー、通常技タイプのチュンリーとしてはちょっと落としづらいというのが一つありますが、とはいえチュンリーもやはり歩きが速いキャラではあるので、はい、なかなか足元踏みに行くのも、キャミー側としても結構繊細な、そうですね、折り方が必要と。まあ、ステップだったらやる気の速さを使って前後に細かく移動することによってストライクの的を絞らせないといった対策をよく目にしますよね、はい。あとはその心理側もジャンプ上り強パンチによる空対空でストライクを迎撃することでリターンを取れる、その後攻め込めるというのがあるので、そのあたりのテクニックも注目していきたいと思います。はい。しかし今やはり意識を割く場面、まあ、場所が多いのが心理側といった印象ですかね。しかしここは1ラウンド目、藤村チュンリーが大幅な体力リードを作ったまま取っていきます。第2ラウンド、パッケフラッシュカウンターからパッケ近くにつないで画面を運んでいく、一気に画面端。あ、ここはスタッチ溜まっていましたが、しゃがみ中盤ズドで何とか窮地を脱します。藤村の攻め手が止まらない。スタンチを回復させないように触っていますね。これでスタンチは回復しましたが、今度は体力が気になる。ブリガサル、あのかな、リフトアッパー、いい飛び、飛びが刺さっている。これはどうだ、補正はあまり乗っていないが残った、残っている。弱形を重ねにいきます。取り返したな、孫キャミー。ただこれでゲージ差が生まれたと。3ゲージ差ですか、これがどうこのラウンドに響くでしょうか。自分の側としてはやっぱり早めに回していきたいですよね。まずは1ゲージ吐きたいと。オッケー、急ぐ。あと、これは空中ヒットになってしまいました。敵やつを警戒した後ろ投げ、牽制技を上から組みに行くような体力リーダー、マオキャミ。木村も負けすべてゲージがあるんですが、使わせてもらえないですね。中断、立ち強パンチ。これはヒットから気候書を使いたい。そうですね、そうしたらちょっとさすがにダメージ足りないかと。チュンリーが追いかける展開になりますか。うん、となるとやっぱ苦しいですよね。強パンチと、きっかけが欲しいが、ただまだ時間はあるんで、一気にあとワンチャンスに逆につけく、なりました。おー、ガードクラッシュ、無敵技も警戒する位置取り。あ、これは、これはストライクミスが出てしまいましたね。試合の結果他に直結しました。お互い笑ってましたからね、今お互い笑ってましたね、今のはお互い笑ってしまいました。キャラクターセレクトに戻ってと、
基本的にあのすっぽ抜け結構いい方向に転がることが多いんですが、はい、今回は致命傷になりましたね。致命傷になってしまいましたね、はい、藤村が待ってるところでしたよね。そうですね、うん、ラウンド1気を取り直して、はい、第2セットステージを変えました。地球系これは特別につながりません。うまい、暴れて手を出すとあのイグタッパー2回目で持っていかれるという連携に対して、はい、しっかり後ろ下がりからしゃがみじゃキックを確定させていきましたね。怪しい飛びがかりに引っかかる攻めを攻めの手を緩めない。しかしここではブレーキを踏んでいる藤村がラウンドを取ります。中距離戦を藤村が優先進めているので、まあ、孫の体力が結構早い段階で減ってしまっていると。投げを通して上からやはり空中からの攻めの対処は苦しそうではあります。よく打った。スタンが危なかったですからね。スインバルキック中足確認から強所強100です。追撃してここも打っていく。結構怖い打ち方でしたけどね。よく通しました。強パンから気候所立ち強パンチ気候所スピニングバードキック打ったり打ってる。そして中足マゴケミーも何か動いていたように見えましたが、藤村2連勝です。藤村が攻め立てていった。そうですね、キャノンストライクを出させる隙間も与えていないので、そのキャミーの強い部分というのがあまり出ていないというか、むしろその低体力であるっていう部分が目立ってしまっていると。はい、おっとこれ変えてきました。キャミーではあまりいい内容にならなかったという判断でしょうかね。結構その中距離戦で上をこう行かれる展開が多かったですからね。それであるんであれば、まあ、火力がより高いカリンの方で、はい、そこで戦っていくということなんでしょうか。セットに対して中足からの百裂客立ち込んで大足がかなり大足じゃない失礼しました、はい、地強系がかなり先ほどの組み合わせでも機能していた場面がありましたが、あ、そうですね、チュンリーの今回はあれですね、カリンの大足で逆にリターンを取りに行くような場面が見られますね。うまい、あーすっげー攻撃してるから冷蔵庫が迫ってきましたね。迫ってきましたね。ダメージはありませんがトリガーがあります。百裂客から気候症強百裂こういう孫に一発で倒しきる状況ではあるんです。百裂客気候症でフォローして剣強歩で距離を取ります。藤村側はどうして畳むか。孫に逆転のチャンスある。切り返していきます。この状況ゲージはありますが、チュンリーにも1ゲージ。いやこれは近寄れないだろう。どう仕掛けますか。うまい、やる、いったこれは痛恨のコンボミス。今の EX セッポリしたら相当素晴らしい判断でしたよ ね。いやよかったんですけどね、ちょっと間に合わなかった。あ、マッチポイントは藤村チュンリー。このまま 3-0 で持っていくのか。投げてステップからここは止めていく。チュンリーの牽制技の前の内側に入れない展開続きますね。一撃は大きいんですが、マゴカリンかなり立ち回りが苦しそうな印象を受けます。ワンチャンス、ジャッケル・オフラグレンケン打撃を埋めている。このラウンドはマゴカリンが取っていきます。うまくかいくぐって内側に入ったことでという形でしたね、はい、やはり中距離戦はリーチではチュンリーに分がありますから、孫はやはりちょっとかなり技を当てに行きづらいような形になっています。かなりアウトレンジで殴られている展開が続きますね、うん、ワンガードスピニングバルキック、はい打ち、うわ早い、あーこれは空振りを見ていたんですが距離が離れすぎていました。ガードせずにスピニングバードの地上やられを取りましたね。敵技を咎めて
ナイスガード。あー、しっかりと様子を見てラウンドを取っていきました、うん、マゴカリン。落ち着いてましたね。攻めたい場面ではあったんですが、はい、追いかける側のマゴカリンしっかりと我慢しましたね。藤村側もその勝ち星を生かした無敵技の打ち方だったんですけど、それがまあバレていたというか読んでいた形でしたね、はい、これでセットカウントは 2-1。 依然藤村リードではありますが、はい、ついにマゴカリンが、うん、ちょっとそのマゴはもう落ち着いたんじゃないですかね。これでダメ足に押し込んでいるのは藤村チュンリー。しかし地球パンオロチで画面中央へ無理やり押し返します。ハイクも出る。後ろ投げ地球系巧みに牽制技を使い分けてマゴカリンの出7をくじいていく。スタンジーも溜まってますからね、半分ほど。ファイヤーシャンスの上追い返したいんですが、 V リバーサル的確なポイントで打っていく。いや、これで大パン大抑戦が狙える状況になりました。牽制技のリターンが大きくかかっている。マゴに振りから、あー仕込んでる、息吹でやったやつじゃん。残りません。息吹でやってましたね、あの動き。ね、あれしゃがみとパンに仕込んで。コマンド同じですもんね。そうですね、やってること全く同じですね。全く同じなんですね。他のキャラでも生きるテクニックが出ましたよ。確かにそうですね、そのステップを止めるために、うん、その要所でコパン巻いてるのかなって思ってたんですよ。はい、単純に止めるだけでいいのかなと仕込んでましたね。倒しきれるからこそ仕込んで、コパンを打っていたわけですね。なるほどね。さすがリーサルウェポン。あのリーサルが見えていたと、うん、これでまたもやマッチポイントは藤村チュンリー。なかなか近い、どんどん近づきづらくなってますね。牽制の内訳でちょっとマゴカリンが近づけない。ちょっと入れ替えていくぞ。これで端に背をつけることさえできれば、ひっくり返るんじゃないか。この後読み勝ち次第展開はひっくり返るぞ。きた、マッチ強化した。届かない。飛行章でネコパンをフォローして押し返しました。これでまだ気候車が当たれば終わりという状況になってしまっていますから、藤村チュンリー状況有利ですが、気候車を暴れられない。上から上が通る。しかし仕切り直し。ゲージは藤村3本、大パンくらいないです。タマゴカリンの中足も必殺の威力を持っているでしょうか。2ゲージあります。どちらが、うん、一振りを決めるのか。残り時間20秒。中足、この一振りが致命傷になる。タッチ強系残って、まだ残っている。ジャケン投げて、残り時間10秒。よく止めた。仕掛けるしかないですね。ワンガードからのコパン返していきました。極限の状態、気合です。なんとかしのぎましたね。ですね、理屈じゃないですね。気持ちの勝負でしたね、今は完全に。しかし依然藤村チュンリーがマッチポイント。スタミチューパン暴れてリターン取れる時、インデクシャグで近く奥田背投げが通って、マッチ強化から発動。抜けている。いや見事、ハマる非常に前。藤村は3ゲージと気候症がある。ここ、ね、またもや同じ状況ですか。もう食らえないですよ、中足。牽制技は食らえない。そしてこのコパンにもおそらくあれが仕込んである。あれが仕込んである。この防壁をマゴカリン、どう、うまい、貫いていくのか。残っちゃった。いや DX は、しかしどうでしょうこの状況。ステップ通していく。牽制合戦から1点かなりもつれてるんですよね。そうですね、先ほどそのさっき孫さんが勝っていれば 3-0 でしたか、うん、だったので、そこ藤村さんに止めてと、はい、で板橋さんもこうガシを倒して、そうですね、勝負だという感じですね。さあ組み合わせはベガガイルになりそうですね。はい、V スキルにも注目したいところ。ダイブソニック、ソリッドパンチャーを選択していますね、うん、さあそれでは本日の最終試合になります。ドグラベガ VS 梅原ガイル見ていきましょう。お願いします。これが最後、今日の最後の試合です。
梅原はダイブソニックとそして V トリガーちゃんソリッドパンチャーを選んできました。ダイブソニックも一応リジェクトで取ることはできるんですが、リジェクトダイブソニックダイブソニックで結構いろいろ使い道があるっぽいですよね。ダイブソニックが飛びに見えるので、ああそうですよね、対空に意識を割いていると結構食らったりする場面もありますね。大足攻め立てていきました。梅原ガイル体力大幅リード、パンソニック弱 K、 そして距離を離していく風太鼓を狙いますが、ここ踏みつけている、おお当たるの、弱パンチでまず1ラウンド目梅原ガイルが取っていきます。まあ、序盤はガイルが攻め立てていくような展開になりましたね。まあ、やっぱりその普通に ソニックを打ってもやはりリジェクトされてしまうというのはあるでしょうね、はい、ですのでソニックを縦にして動いていく、そんな感じでしょうか。ダブルに垂直を置いてダイブソニック、リジェクト、ここはリジェクトから大きく画面を運んでいきます。リアル力の投げ、ステップ投げ式を誘う、逃げちゃいてスタンリーチ、サーマーで返して立ち回りに戻ります。オーバーから発動しますが、これ距離が遠い、絶妙な距離のサンフレ暴れでしたね。素晴らしい、ギリギリ距離が届かないので長い技を振ったところに置いてあるサンフレ技。お互い1ラウンドずつ取ったファイナルラウンド、ソニックをこうリジェクトで取るぞと見せかけてドグラが踏み込んでのアックスと、はい、でそのアックスガードさせた後もやはりガイルは小技の発生4フレームって遅いので攻めは続きやすいですよね。そうですね、終始触りたいところですが、ナイスガード、バックラック、オーバー発動して8強系バックジャンプ、カウンターアックスに対して確定の V リバーサル、いやこれ美しすぎるなこの動きダイブソニックで吸い込んでソニックを返すという、1個分弾で勝つんですね。そうですね、1個分重ねてソニックで脅威を離します。オーバーからバックナックル、この画面端の攻め、さすがにノブラのゲージがちょっと足りないか、苦しいですね。梅原側は V ゲージを2つこう保持してますから、この削りですね、見事ソニックハリケーンで最後は削っていく。まずは梅原ガイルが1セット選手です。ドグラ側のやりたいことも梅原側のやりたいこともちょっと見えてくるような試合目でしたね、はい、リジェクト周りの読み合いがポイントになりそうですね。一つドグラ側もそのアックス、サイコアックスなんかを使っても触れている場面結構多いので、そういう点ではその後の読み勝ちがあれば全然このドグラ側に傾いてもおかしくない感じですよね、はい、うまく守られきってしまったという印象がありますね。やっぱりさすが梅原っていう感じでしょうか。いやしガードからこれは入れ替えを選択、しダブルにここは確定ポイントで V リバーサル、で V リバーサルを多く吐くという意味でのその3本トリガーのソリッドパンチャーという選択でもあるんでしょうかね。一応 V ゲージをたくさん貯めておけますからね、はい、ここで体幹のめくり最高、のはい、攻めがうまく通りました。垂直ダイブソニック踏んでしまう、アクセンター動きたくなるところに中足の EX に、グラブがいい場所で中足を打っていますね。そうですね、ちょっと距離を取って、そのいわゆるガイルの非常に強力な守り方であるファジーしゃがみジャックパンチソニックウームっていう守りがあるんですけど、それに対して差し返しになるような形でシューキックを打っています。ハリーを使って体力リード梅原ガイル、ドグラベガはゲージがあります、どうトリガー発動するかですね。ただこれ読まれてた、警戒していますね、垂直でホバーをとがめて、これホバーから守りが硬い、サイコチャージ見えていましたが、ここは暴れていきました、まあ、このガイルの足の速さとそしてしゃがみジャックパンチの技術の長さが相まったその後ろ下がり、ガードファジーしゃがみジャックパンチっていう守りは
誰もが外野戦で苦しめられる動きですよね。そうですね、どう崩せばいいんだと。それに対してドグラは先ほどまあ後ろ下がり高み中キックで差し返したシーンがあったんで、はい、その中でも駆け引きですね。今のもですか。そうですね、狙っていきましたね。オーバーヒット確認はしっかり。中盤ここのタクはゲダウン、内側から確定のブリバサル。梅原が画面を押し返します。2つのソニックで消した。ブリバサルこれは届いてはいますがガードになる。丁寧に捨てていきますね。富野宇宙かなり美しいものがあるな。あんまりただの飛び道具を持ってるのが面白いですね。そうですね、釣った後も読み合いになってるのが面白いですよね。梅原がちょっと返してきましたよ、体力を。飛びが通る、いやばれ。じゃあ KX にめくり最後オーカードして、ナイスガード。これで梅原ゲージ溜まるんじゃないですか。中盤アックス飛び込んでいく、あ距離が遠かったですね。リジェクトを保持しています。とりあえずリジェクト。でもソニックこれうっかりすると、そうですよ、逆転ありますよ。危ないですよ。ソニックまだ来る。EX ソニック、EX ソニック、この EX ソニックしのいだの大きかった。ガイル使いの EX ソニックが飛んできましたが、そこにうまく EX セットプレス玉無敵を利用して噛み合わせていきましたね。ああいう場面でやっぱりその CA を使った何がし、まあ、削りなんかもあったと思うんですが、そういうのを意識させながらむしろ EX ソニックで勝ち筋を狙いに来るっていう、そのベテラン玉打ちプレイヤーによくあるEX 玉の使い方のうまさですよね。ただそこをドグラしっかり読んでガードでしのぎましたね。ブラスト、おっとこれはソニックのモーションが見えていました。そこにアックスがクラッシュカウンター。あ、一転してドグラベガが優勢に試合を進めています。タマが出なかったか。ブイバサル、これはもう入れ替えでかいですよ。画面足に相打ち入れ替えている。ダウン長すぎる。だからなるほど、回復に対してリジェクト。これをどう仕掛けていくか。梅原がいる、体力は心もとないですがゲージは十分にあります、うん、リジェクトがあるんで打っていくと。これはもう一発圏内じゃないですか。よくドグラもしのいでる。守りきりました。これ梅原がね、技がガウチャに、あーっと思った。中足、うん、これ梅原側としては技をガードして V トリガーためにいくって手もあったと思うんですけど、はい、ドグラのタイミングのいいしゃがみキックが当たりましたね。歩きたいところにしっかり置いてありました。中段カウンターからのコンボ、ソニックを打ってここはリジェクトで吸い込んでいく。対空がここでしっかりと出ています。上からドグラの飛び方もうまいですね。ちょっと落としづらいタイミングでうまくいい場所で飛んでますよね。はい、飛べていますから。ダイブソニックステップから投げは抜けて、いいダイブソニック、いい場所で打ってますね。確定にならないような、はい、反撃ないようなタイミングです。この亀梨の攻めと、これも相打ちになる。すんげえガイルが寝てるんで簡単に入れ替わっちゃいますね。相打ちでも全然問題ないですよね。あれならワンガード様読み切って、なんとダブルアップですね。強反チャージ、最後チャージ、これで最速投げを取られている。完璧、ミケルの EX2 でドグラベガが2セット連取。ベガウェイ、これで 2-1 ドグラがリードしました。ドグラのしのぎだったり攻め込み方のそのバランスがものすごく良くて、ちょっとその梅原も崩されてしまっているというか、はい、最後の間合いも絶妙でしたね。無敵技警戒するであろうという読みの最速投げだったんですが、そしてこのダイブソニックによる新たな連続技で、はい、こういったように火力が出るようになりましたね。火力も火力上がっています。目まぐるしく画面足が入れ替わりますが、アイルハイからサマースルートキック、3、2、1、これはコパンデさん突然持っていないので倒しきれます。ラウンド2、ラウンド2の上原、いい飛びビタで噛み合いましたね。今のはいい飛び、や
はり下がりたい位置でのメガ側の中足がかなり機能しているように見えますね。あれがファジーしゃがみジャックパンチに対して結構噛み合ってるというか、そこを狙って打ってる感じがしますよね。そうですね、下がりに本当に綺麗に刺さっているというか、うん、さあここもついに空対空を狙いましたが、それでも相打ち結果的にはドグラがダメージ勝ち。この EX セットプレスが一つノイズになっていますね、うん、マッチポイントはドグラメガ。このまま1日目を全勝で終えるプレイヤーがいないまま終了するんでしょうか、それともメガがなんとか取るか、どうなるんでしょうか。上から仕掛けて、そしてステップに噛み合わせてバックジャンプ、うまい、引きつけて落としていく。エクソニックダウンを取って画面を押していきます。おお、しっかり、うわ、ターゲット空振りに対して仕込んでいました。これからの次第では終わるぞ。下段が通って、これ出た、おお、しっかり強利宅しっかりとガードしていました。めくり EX 最高インフルに対してため技であるサマーなら切って返したと。どうなるの、ゲージがない。うおー、いい中足、いい中足。勝負にいった表裏でしたが、うん、まあ、そこはやっぱりガイルっていうため技で無敵技を出せる点ですよね、強さですよね。そうですね、操作が入れ替わってもしたため上ですから、どちらにでも出せるというところで返していきましたね。見事でした。ここでお互い2セット取った状態、ファイナルセットです。全然わかんないです、お互いいいところ出てますね、これね、内容が。そうですね、どっちも非常にうまい。つら先端空振り着地、よく取ってる、リジェクトで取って、ドグラの玉さばき見事ですね、本当に。そうですよね、取れるリジェクトだけちゃんと取ってるっていう、めちゃくちゃ丁寧。取ると危険なリジェクトに関してはしっかりと見逃して、そうなんですよ、素晴らしいですよね、その判断。はい、リブイリバーサル、これは上原ガイル状況有利だし、最後先端、これは有利クレーム、これでなんとか画面中央に戻りますが、ブラストとともに攻め込んでくる。当たっちゃった、だが、上がりませんでした。ドグラベが体力大幅リード、梅原ガイル攻めざるを得ません。梅原としては、マンストレートなんかのクラカンが生き返れば V トリガーまでいけるかなって感じであると思うんですけど、現状体力が足りないので、ちょっとその V トリガーは難しいでしょうね。 V リバーサル使っていきますか。時間がない。さあ、まあここはダウンを取りに行きたい場面でした。しかし野村ベガは冷静に、うん、まあ、そう、時間がなかったんで今もうちょっと何か流れを変える手としてのサマーだったんですが、しっかりドグラガードしたと。なるほど、着地バックナックル、しかしこれはコンボにはなりません。ハイプリジェクトに対して読み合ってますね。中間ブラスト確定ポイントでのブリマサル、アッパーテイク、暴れられない。アックス、V リバーサル、先端のアックス、ワンステップでの入れ替え、結構大きそうですね。ラインが上がりました、はい、引き上げるの成功。ここでタッチ強気でクラッシュカウンター、ダブル2から下がっての強し、ここはガードしてからの V リバーサル、ダイブソニック、先端、うお、打っていく、これ打っていく、ガードされたら終わっている。致命的な位置だぞ今の。プラスガードが間に合うか、ソニック、ここもソニック、相打ち、またもやこの展開、よく暴れた、ジャクジャク中、ソニック、大足、耐える、しのぎ切っていった上田がいる。耐えましたね、かなり苦しかったと思うんですけど、よくしのぎ切りました。これでフルセット、フルラウンド、ゲージもほとんどない状態からスタートです。ナイスバックステップ、バンスレート、どちらから仕掛けるか、強に先端で、うん、EX に EX ソニックを吐いて、いや見事ですね、リジェクトで取ってゲージを溜めるブラスト、おっとダイブソニックの内側に潜り込んでいく。バックスに対してブリバサル、中遠距離戦、目まぐるしく距離が入れ替わります。おお、なるほど、対策者でですね、ダイブソニックを打ち消していくと。
側がまだ残っているのはドグラベガですが、下がりを高める下段からのサマー、もしアックス弱系ブラスト確定に確定ポイントでブリマサル、はい、ブリマサル投げスラップして、さあドグラ側はそろそろリソースに限界が、そうですね、ゲージは1本あるんですが、このゲージをどう使うかが非常に重要になる、時間もないですよ、残り時間は32カウント、コパンタイク確定ブリバサル、ブリバサルステップで距離を詰めていく、ここもステップ攻めていく、梅原攻め返るか、アックス強肩サマーショットで返していく、ヘッドプレスで踏みつけて投げを通す、残りカウントは12カウント、止めている、ここステップは止めている、ということで本日の最終戦勝者梅原ガイルになりました。